死んじまったおっと今日はそういう日ですかもう一回チャンスをもらいました今度はいいねまあまあまあおっと危ないねえなるほどああタオル拾ってんのかはいバイ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  はいあの、梅犬さんの代理にお呼びしてた方が。ああ、すみません。新居で大パンしてセーフかどうかまだわかんないんですよね。じゃあして怒られたらやめましょう。今してみたから、<laughs> 今してみたから怒られたらもう二度とやりません。<laughs> <laughs> ああ、じゃあこれクそばだったな。<laughs> よし。 大パンって下に響くから多分机の下から上に殴るのが一番被害少ないです、ね、あなるほどねそう新しいさその僕も今月末引っ越すんですけどなんか壁にぶら下げておこうかなって,思ってサンドバッグみたいなのムカついたっす思いっきり殴っちゃうやってることねめちゃうよな <laughs> 戻ってきたサンドバッグが自分に当たってほしいわ <laughs> 上から下から上に向かってこうやってやるととか 全然気持ちよくないじゃん。<の>発散できないわ。全部演技だったってことはい,い、ね、ミーティング。でもこれ、ボタンを押さないと怪しまれる流れいや、僕はそれでも押さないよ。押しません。まあ、僕はクるんのもね、下へなしボタン基本的に押さないから。<laughs> 自分が容疑者にならない限りは押しに行かないんで。 そういういもんですねさてさてさてあとは内通したいわねまあメイヤリンゴどっちかおすし俺はう<わ>あら,あらう<わ>リンゴさんは無理だということが言えますメイヤさんは無理だということが言えますシャワー室でタバコ吸ってました 同じく一緒にタバコ吸ってました。え、推薦する趣味はないの？見てない。右側では見てない。貨物アーカイブ最後僕シャワーじゃなくてぬん右なんですけどまあいなかったですね。宿舎で三人で湧いた記憶があります。多分四人からメイヤリンゴスナパイシン太郎の四人は来。そうだね。おい、そんないたの？宿舎？うん。まあ脇だけ。 えっとね、自分がコミュの中にとコミュ通路ぐらいしか移動できてないんだけど武器庫上と、えー、コックピットに向かう扉は閉まったまんまだったと思うからそこっちには下から湧いてたとしても来てないとシンダルはどこ行ったの最後えと僕は最後金庫室から宿舎に入ろうってところで終わりああ金庫室に行ったのかうんうん,うんあと私キッチン短脇で、えー、武器庫キッチンで停電直してます、えー、と展望デッキです え、他の情報は赤メタ。元がアーカイブ脇で。赤メタはシャワーメインでアルマさんとすれ違って、最後エレキでレバータスクをしてる。げんさんもそこにいた。はい。私は貨物側から行ってます。えー、はい、見てます。まあ、その2人が白取り合うんだったら無理なんじゃない？うん、僕エレキから来てるからメインエレキメインシャワーだから。多分エレキの左側とか石油で僕が流れてきるができそうだけど、死人が梅けんさんがないからなんともかな。あれです。エンジン脇は

なんか、慎太郎の動きがなんかちょっと変かなって思ったのは、その金庫からミーティングじゃなくて、ミーティングから金庫っていう順番にタスクしてるのがなんかちょっと変だなって思っあミーティングの配線がね、一番最初にしたかったからっていう理由です。あれ正直、シンだン様だっけシン様だっけシン様だはい。僕は体が上がるまでボタンは押しません上がってんだよ、ああああ、ここからね。ここからね。 じゃ押してあげるか食材のボタンを押すからだったらうんまあ本当はねボタンを押さない方がいいんだよなああ押された早すぎだろ いいんじゃないですか誰も指導がないだろう。一応僕、ここで言ってなかったんですけど、ラベちゃんと貨物はっき、最初金庫助けやって、その後給油助けをやるときにゲンさんと合流してます。で、その後アーカイブに行って、ラウンジの配線終わって、アーカイブから下ろうとしてる最中に手入ったから、折り返そうとしてアーカイブ左で終了。ありがたい、あるみたい。なんか、僕は教会でのミサみたいに聞こえる。学校の廊下で喋ってるような気持ちだった。おもろいな、それ。 さんんしてちゃ右はなさそうなんですよね。そうなんですよねメインは行ってアルマが出さないでなんかアカメタさんとかやってるだったらワンチャンありそうですけど。場所え、なんか安倍ちゃんって昇降機右でで、アルマってどこにいたのシャワーのシャワーのタオル。一緒にタオル伊豆イズと最後れ違ってるよ。え、マジでなんかもうイズが通過してきたのを見て、根性焼きされたもちょっとこりおったんじゃあまあでもどっちみち下がそのゲンさんとかが塞いでなったら、結局。 右のメンバー左に書かれます。と、左の場合はえ、うん、アルマってさ。メインからさ初手どういう動きしたの？もう速攻でエレ行って勝ちやって。<ー>またメイン上がってドアを開けようとしたら、赤目さん先に開けてくれてで、シャワーでタオル拾って<ー>タスクやって終わり。例えばさエンジン脇でさ速攻右に行った場合って多分砂パイさんにも合わないと思うしで、メインにだるま、ね、アルマにも合わないと思うんだけど、その場合ってどう,うそれはね。 大丈夫そうかその場合は、えっ、ー、とメイン、エレキ、シャワーのタスクを全部素通りしてますね。まあそうなまあだからあんま追わなくていいかなって。左側っぽいですね。うん、左側だとすると、うん、基本的にはスナパイさんかリンさんどっちかと思うよ。この間さ、キッチンでシンタロ君と湧いてんだけど、<laughs> シンタロ君ってちょっと武器いったよね、上扉閉まってたえっとね、確か自分で開けた記憶がある。うん、なので、下で湧いてたら上には来れないと思います。うん。うん 使ってたら別俺が確か停電明けすぐにボタンだったと思うんですけどお<ー>で私停電直してるんですよで停電直し終わって1歩か2歩歩いたところでボタンが鳴った記憶があるので私がキルしてたとしたら本当に展望デッキの配電盤前しかないと思いますうんまあキ不明だからね、はい、うん、うんうん、この中でリンさんがレベル一番高いのすげえな

まあ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 ほいアイさんああちょっと内通だけしといてとまあ,あれまだリンさんと繋がってないからねリンさんにはワンチャンキルされる可能性があるから一応隠れとくかああああ シーナさんが <laughs> シーナさんがこの四年だ。<laughs> 見た人は？見てますー,ーえスナパイさんがシーナさんがシーナさんさがあーナさんがシあナさんがシーナさんがシーナさんさんがシーナさんがーナさんがのーナさんがシーナさんがシーんですかナさんが宿舎脇のターンはエンジン配線とコミュダウンロードあんがシーナさんードかうんじゃあぜ。 <近>今回はアベスナッパイが一応キッチン脇です。うん、そうだね。だで、停電直したの停電直したの僕で、スナッパイさんからそうすると僕は白が出ると思う。うん、武器庫でメヤさんとはそれ違った。うん、停電直してます。誰かこのターン中に宿舎通った人っていますそう、ここにした以外。宿舎の宿舎の下。ドアってまだ閉まってました。うん、閉まってた。じゃあ絶対こっち側には来てないと思います。 逆に違うか。プラスの情報で、えっと、俺、最初メイン分けでゲンさんと配線タスクをやりました。その後、アンシスタスクをやって、え,えっと、メインからエンジンに入るときに、シンタローとすれ違った後に、9位タスクやってるときに、エンジン側の扉しって閉まってるの見てる。コミュエンジンかまあ、じゃあ、メインエレッキーアーカイブラウンジ貨物のどっかに。コミュエンジンかありそう。コミュエンジンか。ンンえっと、僕、エンジンの9位タスクやってるんで。俺、そこ通ってきたんだけど。<ん>お、じゃあ対抗ですか たぶんそこの辺、ね、僕シ太郎から出してもらえると思う。ああまあ開けた。ああじゃあ多分すれ違わなくてもおかしくない気はする。うん。停電中にエンジンを右上って移動して最後宿舎の下がドア閉まっているところまで行っ。<ー>だったら時間的に伊豆さんの方が先行してるんじゃないうん。でもその場合ん、伊豆はどこにいたんそのままそれでメイン持ってる。ん どういういことメインからエンジンに行ったんだよねあそうそう、エンジン給油だけ残ったんで、エンジン給油しに行って、でその後にメインに戻ってます。<ん><海>左側のエンジン給油えっと、そうそうそう、あの配線タスクの方。あーゲームも伊豆さんに置いてかれた形です、シャワーで一人なんで浮いてます。赤目田もアーカイブわ脇で最後エレキっていう、一番このままだとあ。なんか、スナーパイさん対抗気味なんですけど、うん、どっちみち多分、僕とスナーパイさんの両親でそこの扉が閉まってたっていうことは多分。 は私は、えー、貨物単脇で貨物ラウンジ貨物です。うん、めちゃめちゃ怪しい。めちゃめちゃ怪しいです。<laughs> いや、単脇だったんですよ。私はすれ違うそうなんだよな。アーカイブでダおもろくなってきたな。アリんさん、なき。兄さん。 さすがに伝わってると思いたいけどどうかな弁当の張りたかったんだけど、はい、弁当ントはなかった。いや、ほら、見えない、ね、い。目な、きんな、みんな、みん あ,押すあら、お<あ>、スナパイさん死ぬんだ。あら、へらうーん、スナパイさん死ぬなら。停電中にアーカイブとシャワーカ感扉開けたんだ、ね、れ。はい。あ、いつ死んだろうか、オッケー、うん。停電僕が展望で直してます。ちなみに、スな、スナパイさんと一緒に湧いてます。キッチンから席に一緒に行って、僕は席でテープ助け合って。多分スナパイさんそのままエレキに抜けてるはず。エレキにいってんだ。あ、まあ、初動で、一応キッチン席で動いて、僕はテープ助け合った瞬間に止まったから。 さすがに右行ってると思います。初動で。え、むずすぎ。えっと、さっきの証言で、僕スナパイさんと多分対向位置に置かれてるような感じだと思うんで。もし釣られる場合は、配置をしてリンさんまで釣ってほしい。希望は。いや、まあ、えっと、もう慎太郎シェリフなんですけど。 はい。まあ、初出切りの観点で、スナッイ屋さんしてるんだったら、もうアルマリーンどっちかじゃないの普通に考えて。うんうんうん。さっきの5つのアルマリ対抗は、ワンチャ死に物もまるかなと思ってるんで、多分確率な初出切りで進める方がいいかなって思うから。今回、リーの方って誰ですか私にはアルマすかアルマアルマ。アルマか。アルマ君の今回の行動ターンはその行動経路的なやつはエンジン、小山やつ、コクピート、小山やつ、武器、キッチン、展望で、キッチン展望あたりでアベレージとうろうろしてる。うん。 えっと、初手キるってだってアルマとアベレージでさ、うん、まあ最終は結構見合ってるというか、見合ってんう、うん、若干一緒にはいましたね。で、その前に僕がメインからシャワーに行くときに赤目タさん性違ってるから、そうエンジンメインとか、そのさっきの結局タスクをしてないで切るとかなんかなりそうだから、結構れえっとね、その歯<の>えっとね、脇を隠してるとかだったらありえるかもしれないけど、キルはできないと思ってた。そう、タンマキの場合もあるの。あ、じゃう え、普通に俺リンさんとアカメタ釣りたいけどな。もしシンプルったらあ、そねリンゴさんの件ですから。リンゴさんの件。リンゴさんもそうです。ちょっと聞けるのもいいです。私はリンさんかな。ちなみに私も客観全然聞チです今回は通信数ダウンロードなんで。いい切るね。リンカメで釣ンさんどこ入れたリンさんに入れてます。なじゃあしかい私なのか。 いや、うん、でも、あでも、赤目田さんまでで落ちるんだったら私はいいと思うんですけど、僕はボタンいきます。僕はボタンいきます。赤目田ボタンおっしゃってる。うん、お願いします。赤目田さんまでじゃあ、釣ってください。はい。うん。 いやー、ちょっとさすがに無理やりしては無理か。ちょっとなんかワンチャン赤メタさんかアルバくんして通んねえかなーと思ったけどさすがに通らんか。通せれば強かったけど強引すぎるなって思うから。いやなんかね、持っていける材料があるんだったら持っていこうかなって思ったんだけどあ私目がボタンおお<い>、<Okay> ナイス。ナイス。おい。えー 今コミサボ直しました、うん、原産速攻直して下しを。うん。二郎残ってる場合は伊豆さんではなさそうかなういや二郎残ってる場合はほぼアルくんインポスターでしょ。たぶだってスナパイさんが、えっと、死んだことからエンジン分けも薄いと思うから、で、キッチン分けはリンさんがないって言ってるから、基本的にメイン分けになるんで、その場合アルくんがインポスターぐらいしかないと思う。あでもあの、例えばエンジン分けで速攻メインエレキって言ってたら全然。 可能性はあるんじゃない別に追ってないけどね。<ー>うん。エンジン脇で俺、スナパイさんは下に行ってるけどさ、<ー>そこでメインホールの方に行って、エレキの方に行ってる場合って、スナパイさんが合わずにエレキに行けるから。まあ、まあ実あ視点だけの話だと、リンさんがクルーの場合って、ゲンアカメタの二郎でエレキしかない。うん,う,んう,んうん。で、エンジンから来てる。うーん。ちなみに私、アカメタさんに監視は出せません。ただ、やりにくいとは思っています。 ちょっとしてはそうですね。多分うん、ゲンさんがエレキのタスク中に僕が席まで行ったら切れると思うんですけど、そ,<う>その時は結局リンさんがキッチン脇の、えー、っと誰かを隠していることになるから、うん、まあまあまあ、その場合でも結局僕目線はリンさんでほぼもう落ちてるんで、リンメーターからなれてるのはある。僕釣りでも全然ここはいいと思いますよ。とず、うん、っとアルマがメイン一緒に湧いて、シャワーの奥とかカンカンところでやって、そのまま僕と一緒に倒れていたはあるのかなって。 いや、それだったら俺が見ちゃう、多分その死んだ人あ、通るか。俺が明るい前に通っちゃってるから。ね、てか、それこそアベレージと合ってるときって、多分まだキルクルあーそうキル,クルがね、たぶ、うん多分飽きてないと思う。まあ、二郎いないとは思いますけどね。まあ、そうだね。うん、でも、一応安定は取りたいかな。うんうん、あ、どこ、ね、うん。赤メタじゃないかな。うん,うん。赤メタ三色系で。 まあ今後の展開ですけど僕がクルーだった場合はもうアルマさんまでクルーだった場合は。お前は自分がクルーだと思ってないってことか。<laughs> あれ可能性の話ね。逆に僕がクルーだった場合あんま言わなくない,ういう自分がクルーだったらクルーなのでって言うよ。だから僕が人外だったらとか話するじゃないですか。まあ、客観の話ね。別にそれはおかしくないと思うよ。まあ23ンンで1落ちてると思うので、でもアルマアベレージは難しそう。う だから結局、現名や伊豆の中から僕の目線だとよろしくお願いします。伊豆さんと白取って勝ちいや、伊豆さんと白取りて、どこにいるんですか伊豆さんを探せのコーナーなんで。 いない。こういう時に出会えないのって、その出会えのって運ないよね、本当。まだやってないか。ね、普通に出会って、白取るだけで勝てるからな。お、やった。やったんかな。消えたし。お、やっとるな。 ーナイスえおいし、太郎のシェリフのットリ、ゲンコあー、これ多分負けたらえっと、たとね僕イヤーコン見てるんですよ。 ああじゃあしんたろうがインポスターはあ合ってるっぽいんだけどえっと一応したいは石油のアップロードすあ<っ>まあ先に僕の師だけえっと僕明約の弁当を見てて伊豆さんがこの師なんで多分明約インポスター伊豆さんまとめてる負け PP かなえちょっと待ってしんたろうどこで俺の弁当見たのえっとシャワーのあ,あじゃあまあ基本はしんたろうが人外で大丈夫なんですけど伊豆さんと阿部ちゃんって一緒にいたよね ん今い、いたっていうか、の席の下で現行犯す、慎太郎が来て。ああ、なるほどね。はい、一緒にアプローでやってて、阿部、うん、ちゃんがさっき出て、阿部ちゃんが切られて、慎太郎がそこにいたって感じです。はい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 。慎太郎さんの主張はえっと、まぁ、僕のせいに見合わず二神だから、普通に。素直に考えたら、僕に容器を塗ってる人の方がマットっぽいけどっていう感じだけど。ね、えっと、だから、源さんが来るやったら聞いてほしいのは、はい、えっと、普通に慎太郎投票で終わる、試合が。てか、慎太郎投票しか、源さんできない。<れ>そう、あの、泉の中に。 マットがいたら、そもそもこういう議論ならないから。いや、いずみの中にマットがいったら、新太郎さん、黒は全然。黒に偽装は全然、むしろあるんじゃないですか。ああ<ー>。わからん、原産マットの可能性もあるから、これががあるあ。私はコミさんを直してるんで、私の。あ、じゃあ、インポじゃあ、勝ちですよ。でも、結局さ、原産的にさ。無理じゃないですか。あの、もし俺と。伊豆さんが、に人んだった場合って。うん。もう。確かに。いや、まだ、たきくはいけんことはないけど。 まあんですよちなみに、ゲンさん、僕ってあの、停電直してますよ。二ターン目に。確か。新太郎さんがシェリフだったら、まだ暴れる。えっと、僕、今のターンで停電直してます。正直右で。僕、停電直してますよ。だからもう待っトいない。多分ん、新太郎インポスター、単当で。これ、新太郎さん、なんで諦めるんだ新太郎さん、シェリフのので今ら講師できる,にでるんだういやそうだから、えっと、いずめに人害なんですよね、これ。 だから全然諦めてもなくて。いやまあ普通にシェリフのっとりだと思いますよ。僕がベンタイタッシュだったら間違いなくシェリフのっとりですね。ヒントさん、まあ、はどこ入れました僕はメア君に入れてます。なんでマッ待つるんですかだンう？いや、インポスターっていうセールだから。だンうに入れます。うん、伊豆さん手で直してるから無理じゃないえ <laughs> じゃええ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 え